はい、こんにちは。沖縄おばばです。またね、とんでもない事実が出てきました。はい。えーやっぱこれほんと、すっごいめちゃくちゃ絡んでますね。えーいわゆる利権権ですね。利権権。それもですね、えう、ー、ですね。うのね、あの、バイキンマン研究所と関わってる。はい。いろんなね、あのー、 いわゆる、アウト政府の機関が出てきましたけど、ここにとある企業も関わってますね。はい、えー、これもね、えー、引用記事なんですけど、メタバイオーターっていう企業です。皆さんご存知ですか私、確か名前は1回か2回ぐらい聞いたことあったんですけど、詳しく何してるかわかんない。 買ったんです、ね、はい、えー、まあ、ここの企業が関わっているんじゃないかということで、はい、えー、ここの企業ですね、いわゆるね、パンパーンのね、デミ の保険ですね。を各国に売っていたりとか、あといわゆるそれのねパラメーターっていうんですか、そういうなの,の、えー、予想予測変換ができるやつがあるんですよね。そういったプログラムを販売しているところです。はい。えー、メタバイオーターで検索するとなかなか出てこないんですけど出てきます。はい。メタえっ、ー、と私が検索した時には、えー、メタバイオーターで 検索すするるとゴルフが出てくるんですけどメタバイオーター、なんで検索したんだろう、もう一つ入れたんですよね、言葉。そうすると、出てきました。はい。ここの CEO があ、とある、ね、雑誌の記事を書いてました。はい。えー、そういうことで、えー、まあ、いろいろそういったものをね、販売してるということなんですよ。でこの これなんですけど、どういうところがね、出資してるのかっていうのすごいんですよね。これも記事からの引用なんですけど、はい、えー、なんと、あの C のね、I の、A ですね、のベンチャーキャピタルの、なんと、in、インですね、in、q です、q です、はい。英語の q ですね、えー、テー、ルっていうところが、 実は出資してます。これね、えー、C の I の A のベンチャーキャピタルです。はい。えー、なんと、あの Q ちゃんと字が同じですね。はい。 どういうことなんでしょうかこれね。はい。あとね、えー、いつもね、出てくるあの、ペンペンのタタタのゴココーンですね。はい。あさ、あそこのお中の一部の機関である、えー、DTRA っていうのがありましてね。えー、そこが出資していました。はい。えー、まあ、これもですよね。 はい、出資してます。はい。えー、それからですね、個人的には、あの、例のね、えー、ゲイツーさんですね。ゲイツーさんとね、メリメリちゃんの財団です。はい。ゲイツーさんとね、メリメリちゃんの財団です。そして、なんとね、あろうことかね。エプエプです。はい。エプエプも関わっていました。エプエプも出資していました。えー、これが現状です。はい。 これが現状です。一応ね、元記事ちょっとぺったんこしておきます。はい。これが現状です。はい。現状なんですよ、全部。はい。えー、ー煽りでも、えー、脅しでも何でもありません。現状です。はい。もう、この現状ね、冷静に見られない人は、もう、見なくて結構です。 はい。もう、冷静さをね、なん、な、いつ、いつでも保つっていうこと、これからもう、本当に必要になってきます。はい。とんでもないことが起きます。多分、これから。はい。えー、まあね、えー、ウマヅラさんのね、お茶の間でも、ちょっと配信してましたよね。そういうことなんですよ。はい。えー、このウマヅラさんのお茶の間でもね、配信して、してて、こちらの記事も一応参考にしてください。えー、全部事実です。はい。 そういうことです。あの、笑い話とか、なんて言うのかな、えー、自分とは関係ない遠い世界で起きていることではありません。はい。そういうことなんですよ。もうこの事実認識がもうできない人、でもう困難な人はもう聞かなくていいです。はい、えー。そう思います。もう人のことね、煽りとかね、恐怖とか言わないでください。こういうこと配信してもね、えー、一人もね、 あのー、登録者増えないんですよあ。もうどんどん減ってます。はい。そういうことでございます。こういうことを配信したってね、登録者減らないんですよ。どうして配信してるか皆さんに、とりあえず、現実というものを見てもらいたいからです。えー、火がね、火事になっていてね、目の前まで迫ってるのに、夢見てる。はい。そういう状態でいいんでしょうかということを私は訴えたいんです。はい。わかりますでしょうか もう本当にね、やってられません。本当に。はい。私の方もね、え、もう、あって思いますけど、まあそういう人はもう見に来なくていいです。もう夢みたい、見ていたい人はどうぞ夢見てください。はい。現状はそういうことです。火がね、もう目の前まで迫,迫ってるのにね、もう目を覚ましたくない人はもう覚まさなくて結構です。はい。えー、そういうことでございます。 はい。えー、まあね、こういった、この、企業ですね。ごめんなさいね。えー、メタバイオーターっていうね、企業がね、えー、どういうところか出資を受けていて、えー、なんと、ウのね、ウのね、バイキンマンの研究所とも関わっていた。これがどういうことなのか、よく考えてください。はい。えー、ちょっとでもね、現状認識ができる人は、冷静に受け止められると思います。はい。いつにいつ、 いつ何時でもね、私たちこの世界に来ていると、もう怖いとか言ってられません、もう。はい、えー。なんていうのかな。現状認識をね、冷静に受け止める方だけで結構です、見てくださる方は。はい。こういうことです。はい。昨日配信したことも全部、もうしょうがないです。これはもう見ていくしかありません。はい。事実かどうかはもう時が来ればわかることです。今日もね、朝から、 もう7回ぐらいき、あの、ピーポーパーポーを聞きました、音を。はい。現状はこうです。はい。その認識ができない人はもう見に来なくても結構だと思っています。はい。えー、以上です。ごめんなさいね。えー、こんなこと配信してもね、一人もね、登録者増えないんですよ。はい。<laughs> そういうことです。別にビジネスでやってるわけでも何でもないです。はい、ビジネスでやってたら、もうちょっとみんなが聞きたい話をね、えー、 配信します。そういうことです。私はもう、生き残る人のために配信してます。生き残って欲しいので準備をして欲しい。そのために現状認識は必要です。はい。そして、危ないと思われる地域に住んでいる人。できたら少しでもいいので安全な地域に引っ越して欲しいと思っているのは間違いでしょうかはい。そういうことでございます。現状はそうです。日本のね、 えー、アウト政府もね、そういう、路に対してね、ああいうことをやってたら、今後どうなるでしょうかっていうことは目に見えますよね。明らかですよね。えー、そのぐらいの現状認識は持ちましょうということです。はい。えー、この現状認識がね、できない人はもういいです。来なくても。はい。もう見なくてもいいです。 本当に思います。それは、あのー、何ていうのかな。これからのね、生き残ってね、日本を作っていく人たち。はい。その人たちに対して私は配信してます。以上です。はい。とりあえずね、記事は貼っておきます。こういうのが現状なんですよ。現状を見てくださいということです。はい。えー、まあ、夢の中にいたい人はどうぞということですね。はい。それでは皆さんまた、ごきげんよう。沖縄バブでした。